皆さんこんにちは。こんにちは。今回はポッピープレイタイムチャプター2の続きをやっていきたいと思います。前回は、脳トレゲームで人食いおもちゃのボンゾーの進行をなんとか食い止め、ミュージカルメモリーを後にしたまででした。今回はどんなことが待ち受けているのか、楽しんでやっていきたいと思います。それでは、始めて参りましょう。続きは、ミュージカルメモリーが終わってダクトから脱出するところだね。そうだね。それにしても、脳トレで頭フル回転だったね。怠けるとボンゾー来るからしょうがないよ。まあね。何やら倉庫みたいなところに出たね。ここには何があるんだろうね。昇降機みたいのがあるね。ポチッとな。重量オーバーだってさ。そうすると、この恐竜が邪魔だね。なんとかしてどかさないとね。さっきなんかクレーンみたいなものがあったからそれで釣り上げてみる？あれだね。いい感じ。ただちょっとレールが長めだね。この辺は割愛でいいかな。そうだね。オーライ、オーライ。オッケー。あとは緑グラブパックを充電してっと。えい？クレーンゲームもこれだけ簡単に取れるといいのにね。ほんとだよね。これで邪魔な恐竜が撤去できるね。それじゃ、エレベーターに乗るかな。ポチッとな。うまく動作したね。ここに登ってしまえばあとは楽だね。そうだね。上から一番の電源に通電してっと。あとは、2本の電柱にケーブルで通電して、2番の電源を入れれば大丈夫だね。それで大丈夫だよ。よし、やっていこう。簡単、簡単。これで、先に進めるようになったね。それじゃ、昇降機に乗っていっちゃいますか。おお？ウィーン。この先は何があるのかな？特に何もなかった。ステーションに戻ってきただけだったね。それじゃあ、次のレバー行ってみよう。これでどこか開くかな。脳トレの次は何だろうね。僕はワギー。なんだろうね。とりあえず行ってみよう。グラブパック置き場だって。懐かしのレッドハンド。マミーにもぎ取られたけど、いっぱいあったね。この部屋入ったはいいけど、特に何もなさそうだね。先行こ。ここは何だろう。横穴がいっぱいあるね。閉じ込められた？最悪なんだけど。とりあえず、周り見てみようか。Welcome to Wacka Wuggy.This advanced test is designed to assess the extent of 脳トレの次は反射神経か。またややこしいのが来たね。グラブパック使うみたいだけど何するんだろうね。横穴が関係ありそう。横穴からハギーワギーが出てくるらしい。そうするとやっぱあれだよね。モグラ叩きかな。やっぱりそうみたい。四方八方に穴があるから、大変そうな感じしかしない。だよねー。クリアできるのかな。マミーらしきのが上にいるね。高みの見物ってやつか。今に見てろよ。余裕しゃくしゃくなところが腹立つね。さあ、ハギーワギーかかってこい。暗くて見づら。どっから湧いてくるのかわかりづらいね。なんか音はするけど。さっぱり意味不明だね。どっかに湧いてる？見当たらない。難易度高すぎじゃない。ああ、やっと見つけた。うぎゃー。まったく何の役にも立たず、一回目撃沈。暗いとさっぱりだね。それでは、リベンジといきますか。そうしましょう。
れから何回やったかな。なかなか難しいね。今回こそはクリアしたいね。レディー。ファイト。集中するのでちょっと黙ります。倒れるかと思った。酸欠になりそうだったね。別に息は止めなくてよかったのでは。そう言われれば、そうね。とりあえず、クリアできてよかったよ。ほんともう無理ゲーかと思ったよ。なんか落とした？周り見てみよ。なんかある。っていうか、マミーの腕伸びすぎでしょ。なんでもありだよね。あ、また閉じ込められた。え、なかなか引っ張るね。やっと開いたね。ようやく先に進めるね。今回のモグラ叩き、ほんとめげそうだった。最後は運も良かった感じかな。まだまだ他のゲームもあるみたいだしな。そうだね。あるみたいね。簡単ならいいな。超イージーでお願いします。上に行く階段発見。え、段なくない？こういう時はあれだな。切りもいいので終わりますか。次回、この続きからやっていきたいと思います。それでは、またね。動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょ、また言い方。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おすすめ動画と関連動画もご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。